t r 2 t r 3 a t r 4 t r 5 t r 6 t r 7トライアンフ t r はイギリスの自動車メーカートライアンフが1953年から1981年まで生産したスポーツカーのシリーズ名である。TR とはトライアンフローザターの頭文字である。最初の TR1 はプロトタイプに終わり、生産型は TR2 から TR8 となる。 1952年秋のロンドンモーターショーでデビュー。主に主要輸出先のアメリカにおいて MGTD とジャガー x k 1 2 0の中間の市場を狙う目的でわずか8週間で開発された観測気球的なプロトタイプである。当時のスタンダードトライアンフのチーフスタイリスト、ウォルター・ベルグローブによる起伏の大きいフェンダーとより目のヘッドライトを特徴とするデザインは 後の TR2TR3TR3 へと共通だが、この時点ではテールは丸く短くスペアタイヤを背負っていた。シャシーは1936年登場のスタンダードフライング9のはしご型フレームにトライアンフ明フラワーのダブルウィッシュボーン式独立コーリンリーフリジットのサスペンションを取り付けたものであった。エンジンはスタンダードヴァンガードのオフ1991 CCS ツインキャブレター付き75馬力で車両重量も 775kg と軽量であったので最高速は90マイルに達した。なお、ホイールベースは 2240mm であったが、これは1976年の TR6 まで共通であった。特にそのセミクラシックなスタイルが好評であったため、市販化が決定し発売に向けて さらに開発が行われることになった。わずか8週間の開発期間では十分な熟成ができるはずもなく、操縦性など技術上の問題が未解決で、そのまま発売できる状態ではなかったのである。TR2 として市販化されるにあたっては、BRM の開発エンジニア兼リチャードソンを招いて、フレームが強化されて操縦性を改善するとともに、 エンジンも圧縮比を8.5に引き上げて91馬力にチューンアップされた。この結果、8 4 0ラムという軽量な車重にも助けられて、最高速度時速1 7 0トル、0から4 0 0ル加速18.6秒という、当時としては十分な高性能をマークすることとなった。車体もテール部分が延長され、トランクが設けられた。 当時の価格は595ポンドと MGTF よりわずか5ポンド高、ジャガー XK120 の半額近くに設定され、性能に対し極めて割安であったため、市場では好評を持って迎えられた。TR2 の累計生産台数は8636台で、うち5521台がアメリカに輸出された。また、1954年の ラックラリー総合優勝など、ラリーや耐久レースでも高成績を収め、トライアンフは英国の代表的なスポーツカーメーカーの一つとして認知されることとなった。TR2 のマイナーチェンジ版で格子状のフロントグリルが付けられたことが外観上の変更点である。 エンジンは95馬力に強化され、最高速度時速 175km、0から 400m 加速は18.1秒となった。また、1956年10月以降、前輪ディスクブレーキがオプション装備となった。16,847台が生産された。サイドのマイナーチェンジでヘッドライト位置がやや後退し、フロントグリルの幅も広げられ、それまでは、 内側の紐を引いて開けていたドアには初めて外部ハンドルが付けられた。しかしその反面、車両重量は9 6 5ラムに増加した。このためエンジンは再度100馬力に強化され、最高速度時速1 7 7トル、0から4 0 0ル加速は18秒を切ることとなった。58,097台が生産された。なお、 TR-4 登場後の1961から62年には、その 2200cc エンジンとギアボックスを持つ TR-3 バイトが大米輸出用に少数生産された。TR-4 は当時のトライアンフ各社のデザインを手掛けていたイタリアの新進デザイナージョバンニ・ミケロッティによる、より目のヘッドライトは受け継いだものの、全く新しいボディを与えられて登場した。しかし、 ホイールベースは TR1 から3と同じ 2240mm のままであり、トレッドが 10cm 拡大され、ステアリングギアがラックピニオン式に変更、4段ギアボックスがフルシンクロ化されるなどの改良は受けたものの、シャシーは基本的には TR3 と同じはしご型フレームが踏襲された。エンジンは 2138cc に拡大され、 出力は100馬力のままであったが、最大トルクは大きくなった。巻き上げ式のサイドウィンドウの装備など居住性は向上したものの、TR-4 はスマートな外観とは裏腹に、TR-3A の旧式な操縦性、乗り心地を受け継いでおり、1962年に登場したライバルの MGB などに比べて見劣りするようになっていた。 TR-4 は4253台が生産され、37,761台がアメリカはじめ日本を含む各国に輸出された。外観上はフロントグリルが変更され、サイドモールが追加となった程度の変更であったが、後輪サスペンションがセミトレーディングアーム式独立となり、ロードホールディングと乗り心地が大幅に改善された。また、ダッシュボードは木目張りに改められた。 車両重量は 1015kg に達し、2138cc エンジンは104馬力に強化されたものの、性能は TR-4 と同等か、やや低下していた。また、ラジアルタイヤが標準装備となった。なお、価格上昇を嫌ったアメリカ市場には、リジットアクスル仕様が輸出された。TR-4A は28,465台が生産され、 25390台が輸出された。1967年秋に登場した TR5Pi には、トライアンフ 2500Pi と同じ 2498cc150 馬力エンジンが与えられ、最高速度時速 200km、0から 400m 加速は16.8秒と、一躍クラストップレベルの性能を得ることになった。TR4 で、車体、 TR4A でサスペンションと続いた TR シリーズの近代化は、この TR5 パイでようやく完成した。しかし、排気ガス規制が厳しくなりつつあったアメリカ市場へは、ツインキャブ104馬力の TR250 が輸出された。ただし後輪サスペンションはようやく独立式となっていた。TR5 は11431台が生産され、 うち8484台が TR250 であった。1969年に登場した TR6 はボディをドイツのカロッツェリアカルマンによってモダナイズ、フロントのサスペンションにスタビライザーが追加され、タイヤも太くなって操縦性は改善された。エンジンは従来通り本国向けは燃料噴射付き、アメリカ向けは大幅に。 性能低下したキャブレター版であった。91,850台が生産された。TR7 は全く新しいモデルとして厳しくなる一方の米国安全基準でオープンカーが遠からず禁止されるものと予測し、2座席クーペボディのみで開発された。この背景には豪華装備を備えた GT 志向の日産フェアレデゼットが大きく影響を与えており、実際、 TR7 は、トライアンフが解釈した、フェアレギゼットとも言える。当時の BL 社のチーフデザイナー、ハリスマンによる奇妙なウェッジシェイプのボディ 2998cc105 馬力のサイチェシーエンジンを搭載し、車両重量も 1000kg と重かったため、性能的にも平凡であった。ただし、ショートホイールベースとワイドドレッド、適切なサスペンションチューニングが構想し、 ハンドリングが劇的に向上した。実際、CGC1978 年2月号で公開された筑波サーキットでのテスト結果では、パワーウェイトレシオに勝るポルシェ924やサバンナ RX-7 と同程度の1分24秒を叩き出している。また、シリンダーヘッドから上部を OHC ながら4バルブのトライアンフドロマイトスプリントのものに換装し、 120馬力を達成する TR7 スプリントも計画されたが、頻発する工場のストライキのため、若干のプロトタイプと、ラリー用の競技マシン、TR7 から 16V ラリーのみに止まった。1979年には、オープンモデル TR7 ドロップヘッドが追加された。TR7 ドロップヘッドは、 クーペボディと比較すると、スタイリングが改善されており、そこそこの需要があった。TR7 は、同じレーランドの同規模スポーツカー MGB と比較して不評であったとされたが、その割には1981年までに112,368台と比較的多数が生産された。あまりにもアンダーパワーであった TR7 に代わり、台米輸出向けに、 ローバー a SD 一用の 3500cc135 馬力ローバー V8 エンジンを搭載して1978年に登場した。ほとんどが台米輸出されたが、この当時の大半の英国車と同様に品質が低く不人気であった。生産台数は約2750台であった。1979年には TR7 同様ドロップヘッドが追加された。 なお、ラリー用に300馬力を超えるチューンを施したエンジンをフィックスドヘッドボリに搭載したモデルが TR7V8 ラリーとして WRC をはじめとする各種ラリーに投入されている。当時のラリーではターボ下級による DOHC 高馬力エンジンをミッドシップに配置して 4WD 駆動を行い、その馬力と重心と トラクションによる圧倒的な優位性を生かした車体が上位ランキングを占めつつある時代であった。しかし、時代遅れとも言える自然吸気オフエンジンを FR で駆動する TR7V8 ラリーは路面状況に恵まれた時には、な、エンジンと FR 駆動による素直な操縦性が功を奏して、高成績を叩き出すことがあった。これは、 モータースポーツ界における古典的スポーツカーの最後の勝利であった。TR ストーリーカーグラフィック1975年5月号。ありがとうございます。